どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説なんですが、キングオブポップマイケル・ジャクソン、ラストカーテンコールと位置づけた This is it。 この公演、マイケルの死によって公演自体が中止となってしまいましたが、実はマイケル・ジャクソンがそのリハーサルの中でとあるメッセージを発していたというふうに言われております。今回はそんなマイケル・ジャクソンにまつわる都市伝説について触れていきたいと思います。マイケル・ジャクソンといえばね、パフォーマンスで言うとムーンウォークとか、あとつま先立ち、あと歌声、もうあらゆる部分でトップレベルのパフォーマンスを誇った、世界中でねこう愛されたキング・オブ・ポップと言われるほどの人物ですが、ラストカーテンコール、最後のパフォーマンスの場ということで This is it を発表して、50公演で行われる予定だった This is it で、今回、その This is it の、映画の中で、実はそのリハーサルをしてるクルーたちを集めて、マイケルがこう円陣を組んで一言、世界が闇に支配されるまでに私たちにはあと3年しかありませんという風にクルーたちに向けて発言をし、リハーサルに入っていくっていう場面があるんですが、こんなね発言をしたのかと。でこれ、ここがちょっと考察になるんですが、この映像っていうのが撮られたのが2009年、マイケル・ジャクソン亡くなる前日までその This is it のリハーサルを行っていて、2009年のことなんですが、そこから3年というふうに考えると、2012年、で2012年の後はもう世界が闇に支配されてしまいますよっていうことを発しているとすると、都市伝説界隈でいうと2012年で一度マヤ文明のカレンダーの周期が終わって、2013年から新たな時代に入りますというのが、やっぱ都市伝説界隈ではね有名な話になっているんですが、もしマイケル・ジャクソンがそれを発しようとしていたとしたら、その新時代っていうのが闇に支配されてしまうものなんじゃないかっていうふうにも取れるなと僕は考えています。で、なぜメイキングでねこんなシーンを使ったのかっていうと、その This is it の公演の中でマイケル・ジャクソンが何らかのメッセージを発しようとしていたがゆえに、マイケル・ジャクソンは亡くなってしまったんじゃないかっていうふうに言われております。一体マイケル・ジャクソンはこの This is it の中でどんなメッセージを発しようとしたのか、信じるか信じないかはあなた次第です。こういうね都市伝説もガンガンやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。